えーっと、石つぶては作っておきます。よいしょ。うんー、まあ、そろそろ靴がダメになりそうなんですけど、まだ大丈夫でしょう、きっと。えー、っと、割と辿ってきたけど、この辺りかなそうそう。ちょっと長くないって思った辺りに目的地あるんですよね。まあ適正な距離。 ってこといやーや,めてやめてやめてやめてしかも弱い狼ふざけるななんでそのふざけるなって言ったのかわかんないけど <laughs> おついたかなアクセスキーを使ってハイドラ1無線塔を稼働させようってことでちょっとこの辺りで 一度、焚き火を、立てますなぜかというとここにクマがいたはずだからですうーん鉄の罠も立てちゃおっかなー野生のクマもいたような気がするんだよなクマ2体いるじゃんってうん,んやばもういるあれ、あ,あいるわいるいる待ってここに立てるわ。 ここに立てた近くに敵はいないかクマあ、てか二体いる二頭かどうだ、暗い。あ、クマはね強くない朗報 <laughs> でも最後まで戦ってくるクマはハートが強いから うーんなるほどね。大きな肉、別にそんな魅力的じゃないんだよな。この普通のお肉で十分。こんな気がします手。トゲの罠、これ、強いかな。強いですよね、ちょっとね。弱いわけじゃない。だって、鉄使ってますからね。<laughs> 鉄、石60個分だから、まあ、弱かったら弱かったで、それは困るんですけど。よっ。 よしよし。まあいいぞ。あのー、クマはそんなに変わってなくてよかった。あの、ミュータントが変わってたんだ。よし。まあこのトゲのマナ、せっかくだから、全部使おう。鉄はねー、まあ、余ってるんでね、結構。えー、っと、あ、あそこにいるかなじゃあこの辺りに立てます。この時間中が無敵ってことは、あっていいのかよっ、よし来い かかった足が遅くなりますからね出血するんでそれも強いですよねおっとこの飛び込みには注意しようちょっと冷静に戦うぞあでも出血してるからじわじわあいやこれここ,こだよここでもうこの出血で足が遅くなったところに弓矢パンあ弱いあれどこ行った待待て待て,待て,待て いらねえ弓 <laughs> よっさらばあーバトルベアクローをちょっと作りたいような気もするけどなー攻撃力が一番高い武器ではあるんですよね爪落としたこっちは爪落としてないのか確か爪は2本いるだったと思います 肉があって、まあ、一応肉焼いといて、食べて、石粒で装備して、ちょっと、こっちの、ハイドラ1無線塔を稼働させます。で、そしたら橋の方に行くんだったかな多分、そうだったはず。で、なんかゾンビみたいなのがね、ちょっと出てきたり、なんかしたりするんですよね。懐かしいな。ってほど、言うほど、時間は経ってないですけど。 なんだピッケルか何かかお救急物質あれ下とか行けたっけ緊急トランジットシステムそうそうなんかその列車みたいなものも実装されてこのマップをねえ自由に行き来できるというか駅みたいな感じで行き来できるようになったみたいなんでねその要素もちょっと見たいなとは思ってましたうんこれ これ武器だったっけまあ、そんな感じがするけど。よっ。いける。ダメージはちょっと高い。けど、多分射程が短いからいらない。この森とか槍って思ったよりね、ここ、ここら辺まで当たりますからね。この今カーソルがあるあたり。ちょっとわかりにくいか。うん、今、こ、この電柱があるあたりまであ、当たってるんですよね。 ま、リーチはね、長めに設置されてます。えー、っと、無線機。橋にたどり着こう。ついに来たか。あのクエストが。えー、っと、橋にたどり着くのはいいんですけど、ちょっとやらなきゃいけないこともありますよね。まず、罠を、作り直さないといけないかな。作業場を建てて。えー、っと、鉄がテントの中に全部入ってるんで、テントの中の、 鉄も出さなきゃいけないから、テントも立てて、よ、ファイヤーはしておいて、ファイヤーはしておいて <laughs> で、気絶耐性は上げておきます。とにかく気絶したら終わりだ、このゲーム、ほんとに。んで、骨の剥ぎ取り名人上げといて、で、えー、っと、そう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 。この、毛皮のブーツ、鉄と毛皮のブーツも投げておいて、鉄引っ張り出してきて、 えーっと、クマの爪、ちょっと投げといて、確かね、ベアバトルクロー、ダメージ。あれ、でもそうでもないな。今の森のダメージは、15から21だから、ベアバトルクローと同じぐらいなのか。じゃあ、一家作らなくて。うん。前作ったしね。で、鉄と毛皮のブーツを作る。よし。で、装備する。 そしたら次は、トゲ罠を作っておきます。トゲ罠はね、4つ持てるんで、4つまで作っとこうかな。よし、満パンで、鉄を返しておいて、うーんー、まあ、木をこんなに入れてる必要があんのかなっていうのはちょっとありますけど、まあ枚粒で補充です。こんなもんかなお、ついたついた。そしたら、 人が行って、あれいないな。あ、いた。こんにちは。畜生、こっから脱出しないと。ほら、前も見た光景。<laughs> こいつは変わってない。変わってないことに安心する。<laughs> よっ、あ、当たっちゃった。あ、出血だ。やば。出血つらい。ちょっと出血はつらいぞ。なぜなら足が劇的に遅くなる。出血っていうのは。あ、いていていてててて。 あれだ。アドレナリ撃っちゃよかった。<laughs> 全くアドレナリン使ってないっていうね。もったいないぞ。使えばいいのにっていう話はあります。でも大丈夫。足。だ。あれこんなんあったっけちょっと待ってよ。あの、石投げとくわ。よ、これ何おパファージャケット。防寒を強化する。これ防御力もある 150体制。こっちより、まだこれ5%しか耐久度減ってないのに、ちょっともったいないけど、捨てとこうそう、そんなジャケットとかあんの足を渡ろう。もしかして前もあったそれだったらショック。前回撮ってないから。<laughs> で、あの例のイベント。橋がある。川の上の嵐のせいで、反対側はどうなっているのかさえ見えない。 あのイベントもしかして変わってたりすんのかなここからがちょっと楽しみですよねこれ以上いけないあれ髪の色がジェフリーに似てるあっていうかそうなのか本人っていう話なのかもしかしたらチまずキーを見つけないとこうやって逃げないと死ぬよね もちろん死ぬよねこれ逃げないとこれ石とか投げられんのだめダメだ <laughs> 危ねえ危ね <laughs> 結構今ギリギリなことしたなと思ったドキドキってしちゃった今心拍数がちょっと上がっちゃったなそうか本人が出てくるっていうあのあれなんだな演出なんだ前回ももしかしてコールが出てきてたのかな シェルターの他のエリアに行くための鍵を見つけよう。あれでも一応クエスト自体は、あ、メインクエスト自体は終わってるけどな。あ、そうなのか。シェルターの他のエリアに、あ、メインクエスト自体はないんだ。別に。その、追加とかは。あ、そう。サブクエスト周りが、その、いろいろ入ってるっていうことでいいのかな。あ、そうなんだ。 この続きがちょっとだけ追加されたのかなと思って、そんな風に思ってしまいましたね。やば、危ね。今なんかスッて滑った、今。ほっ。暗いし。ちょっとあの、我が家にちょっと帰りますか。33日後にどうたらこうたらってのはど、大丈夫なのかこっからちょっと我が家に帰るんですけど、あれここなんだっけなあれここなんだこれ見てみるか。 お、なんか、アンテナー施設なのかなここですよね。ほん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 。発電機が必要だ。あ、そうなの持ってないなぁ。必要じゃないと思ってたからずっと。一 <laughs> 個取り忘れた発電機は心当たりありますけどね。このあたりにちょっとポロッと落ちてないのかなあ、落ちてないそうか、持ってこなきゃいけないのか。何があるのかわかんないけど。てか、狼。この狼嫌い。 た多分出血したんじゃない今。足遅くなってる。出血してる。すごい。森、出血ダメージの効果もある。すごいじゃん。やるね。いいですね。肉もらっとこう。えー、皮じゃなくって、肉。<laughs> あ、でもここまで来たら、この彫刻用ナイフ、役立つ素材のドロップ率が2倍になるっていうよりは、いうやつより、 あの、バックパックを一つ増やすってやつの方がいいかもな。もう素材なんて必要ないし。そうかも。切り替えよっかな。それはあるぞ。ちょっと待ってね。まずこれ肉を投げといて。あ、やば。ちょっと取れなさそうなとこに投げちゃった。ま、いっか <laughs> で。追加バッグ。革一枚。はい。でこれ装備して。そしたら彫刻刀ナイフが出てきて、彫刻用ナイフが出てきて、これ捨てて、梱包。 お、そしたら、一つリュックが、空きができるな。お、いいぞ。脂肪、塗りたくっとこう。脂肪を塗っておくと、しばらくの間、防寒のね、効果が出ます。そうか、ここを、左下見てみるか。ここもしかしたら、この倉庫みたいなところ、倉庫マークのところに電源があるかもしれない。なんだこれあ、この辺りか。おー、なんかある、く、暗い。 暗くてよくわかんないけど暗くてよくわかんないのにこんなに進んだら足踏み外して死にそうな気がする明るくなってくれそれは無理だ今まだ深夜12時体寒いあそうかこの辺でちょっとキャンプファイー立てるかえー、無理そうなんかその建物の中だからそうわざわざ外に出て立てないといけないとは なんと不便な,不便不便などういう施設だろうこれまあ願うのはそのなんだろうなよ食べとこバッテリーがあることだけですかねここ渡ってこのエリアに行けるのかも本当にあれ大丈夫かなんかもう鉄骨感ありましたけどね うん、ちょっと明るくなってきましたけどこのボロボロのところには何もないかなこれ渡れこれ渡れるえ行いけんのこれいけたあしかも発電機あるこれ何 デコーダーキーを一つ見つけた。デコーダーキーをあと5個見つけよう。デコーダーキーはレ、あ、ーションがある。わかんない。食べとこ記念に食べとく。記念っていうか、うん。<laughs> そこの発電機もらっていいかなうわ、こんなとこに。ドアっていうのは、その、一石の我が家のドアのことかな。ここ。 うわ、歩くの声、その音やめて。なんか何歩か通過したら壊れるみたいな仕組みになってても、文句言えない音してるから、それ。<laughs> よしよし。じゃあちょっとこの、さっきのアンテナのところまで戻って、えー、っと、電源入れてみるかな。何が起きるかよく分かってないけど。道中ちょっと狼いたけど、どっか行ってくれてるかな。 倒すすのめんんどくさいからスルーしたんですよねえー、っとこれは鹿かん左右上ねよし着いたで発電機入れてうん無線機無線基地マップがアップデートされましたんあこここれのこと この辺りのマップが開けたってことかなそういう建物この辺りのマップこんなのがありますよっていう。それじゃあ、発電機抜いてもらっていいもう見えてるから。<laughs> そういうわけにはいかないか。多分そういう、この辺り行ってないと思うんだけど、そういう仕組みじゃないのかな ちょっと一回この我が家の方に戻りたいと思います。左下にこうずーっと進んでたら多分すぐ着くでしょ。きっとね。すごい。炉でも肉焼ける。しかも炉の方が肉焼ける時間短い。初めて知った。<laughs> ということで憩いの我が家はもう少しです。よっと走るか。あ、ブリザード来たし。札入ろうぜ。移動スキルポイントプラス1。またスタミナを上げるときは来たか。 いや、やばいやばいやばい。寒い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 ,寒い,寒い。えー、っと。そろそろ着くんだけどな。ここか。でも、あれだよな。トマトはできてるはずだぞ。よっ。わぁ、ありがたーい。ちょっと、なんていうか、おしゃれなんだよなー。このベイ、ベイポーって読むのかな。この、ベイポー3のパフ パファージャケット。この会社のやつだ。このジャケット。このブランドのやつっていうか。えーっと、どうだっけこれか。あれえー、原子炉が臨界状態。ターチにスタビライザーを起動しよう。放射線のレベルを安定させる。えもしかして、すごいギリギリだった <laughs> これ、 原子炉が不安定だったらどうなるか分かんないけどマジギリギリのタイミングで帰ってきたんじゃない発電機を再起動再起動する必要はないあそうついてよかついてよかったっていうか早めに来てよかった早めっていうかこのタイミングで来てよかったのかなって感じですよねこれトマト収穫できるおすごいトマトこんな量できんのか え何個できるのこれそう32個もできたでもこれ種1回限りこれもう1回たトマト無理かあれどうなんだろう種ってこれどうなってるやっぱないよねもうあでも収穫までの日数7って書いてある1回植えたらずっと出てくれるんだこの上の機械がなんか動いてるから なんかしてくれてるんだろうなと思って。水まいてくれてんのかなおおトマト祭りじゃいひとりトマト祭りこれ誰しもやってしまうことですね。このアイテムを手に入れたら。そうかな <laughs> そうか、じゃあ種手に入れればずっとここに食料ができるってことなのか。マジかよ。人住まわせられるレベルだな、そりゃ。 ジェフリー以外にも。だから、この、えっ、ー、と、カードキーを探したいってことなんですよね。食べ物がないと、そうな持たない。もう、ここに来てからずーっと肉。<laughs> キーが必要だ。だから、このデコーダーキーとかってのがいるってことなのかなクエストアイテムですよね、きっと。そうか、そうか。でも、デコーダーキーは、このクエストアイテムには、こう、追加されてないけれど、大丈夫なのかな ここにいればとりあえずは安心。死ぬ。死ぬ恐れは全然ない。危ねえ。原子炉の状態安定させに帰ってきてこれてよかった。じゃあ、このハテナのマークとか青い、えー、エリアを、どうしようかな。そうですね。次回探索しようかなと思います。今回はとりあえずミュータント倒してメインクエストは、えー まあ、特にね、何か新しいクエストがついてるってわけじゃなくってっていうことを確認できてよかったかなと思っています。えー、このフル装備のジェフリー君との旅はもう少しだけ続きそうです。タブクエストも一応いろいろ見えてますしね。グッバイローラなんか悲しい、悲しいっぽいな。<laughs> それでは、ザ・ワイルド・エイト実況このあたりで、今回は 終わっておきます。今回も動画見てくれてありがとうございます。はい。ではまた。